でででです。す。した。霊能です盤面固ままってないので何にも分かりません。私からの進行論は思ったことを素直に言うです。アホみたいに聞こえるかもしれませんが、ミスリードを恐れず、はっきり発言することで自分の色を見せるっていう行為にもつながると思っています。わかんないとか、ふにゃふにゃ言うことが一番良くないと思っておりますので、私はもしかしたら違うかもしれないなって不安を抱きながらも、 はっっききりとと発言していきたいなと思っていいいたな思ます7番さんがもし村陣営であれば、えー、と7番さん嵐なのでちょっと村人陣営の明けっていうことでちょっと,ょっと配線処理になっちゃうのかなちょっとそれだけが心配ですね7番さんが陣外だったらいいなはい以上です3番のプレイヤーは発言してください はい占い師でした8番さんがランダム白です8番さんランダム白です把握お願いしますでえっと2番さんはなんかうんと正直意味が分かりませんでした7番さんとフレンドなんですかねあのちょっと意味わかんないんで2番さんはちょっと印象悪いですねはいまあ進行論は同意ですね思ったことを言うっていうのは いいことだと思います。はい、それぐらいですね。ちょっとはい、ちょっと二周目コスト落とします。四番のプレイヤーは発言して,言してください。はい、おはようございます。そうですね、二番さん、三番さん、二人とも役職ありということで、自分からグレーというふうになるんですけれども、三番さん、えっ、ー、と占い師なのであれば、えっ、ー、と役職等等の動きなど。 あとは、えー、と対抗が何人出るかそしたらどういうふうに動くのかとうとう、うん、占い師のねあなたの動きを教えてほしかったかなというふうに思いましたうんで2番さんに関して、うん、7番さんに関してはまだやってみないと分かんないからそういうの言わなくていいかなっていう、うん、メタっぽい感じやめてほしいかなっていうふうに思いました うん、ただ1、うん、2番さん、えー、と思ったことを言ってほしい、うん。それはいいと思いましたけどね、まだ分かりません。盤面で揃ってから考えます。 5番のプレイヤーは発言してくださいはい占い師です6番さん白と出てます6番さん白です占い師6番さん白です把握のほどよろしくお願いします2番さんが霊能者3番さんが8番さんに白だし4番さんグレーですねうん。2番さんはまあ思ったことは言ってほしいまあ後半は別にいいかなって拾うほどでもないかなと思いますねうん、まあその通りだと思います 3番差さんに関しては、う、えーん、まあ、狂人も狼もありますが、狼の方が盤面をコントロールできる、占い師に出た方がコントロールできるという点から、3番差さんのことは一旦狼で見ておきます。4番さんに対しては、2番さん、3番さんへの指摘は、まあ、その通りだなって思いますね。まあ、特に色落ちはないってところですね。うん。 もし2番さんが偽でシンがいる場合はね必ず初週に出てきてくださいね6番のプレイヤーは おはようございます村人陣営でした、えー、まず2番さんから順に触れていきますね。まあ、2番さんについては、まあえー、と2週目次第かなというようなところですね。番目もまだ、えー、固まってませんのでね。3号の精査に入ります。えー、現状を えー、盤面的には3番さんが発言してないところに資料を出していることから、えー、3番さんの方の新名が高いかなというような感じですが、当然8番さんの発言を聞かないと分からないというのが正直なところなんです。今のは盤面的な話で、発言精査をしても1番の方が新名かなというような感じは受けます。理由としては、3番さんが2と進行論は同意ですって言って、占い師視点としての進行論等を全く持って述べなかったっていうところは、 三、えー、番さんの二戦目かな、というようなところですね。でそこに対して、四番さん指摘してたっていう点で、四番さんについては村目で見てます。以上、七番のプレイヤーは？ 発言してください例の2番さんに関しては今のところ強靭で追っています。3番さん、5番さんで進路が出てるんじゃないかなと今のところ見ているんですが3番さんが8番さんにしろ5番さんが6番さんにしろを出している6番さんに関しては盤面的に3番さんの方が真んだと言っていましたが5番さんが6番さんにしろを出していることによって例えば6番さんが占い仕様をした場合 3CO 版面で強じが え最後に占い師として出てくる場合が少ないことから、えー、5番さんも結構リスクがある行動は取っていることから22、えー、番面であればこの後クロス占いでもいいんじゃないかなと思っています。と、はい、いうところから、まあ、4番さんへの3番さんへの指摘は良かったかなと思っていますが。 現状、えー、6番さんの視点、4番さんは白いと言っていましたが、3、4オオカミのペアセットであれば別に4番さんが3番さんに突っ込むことはできるので、6番さんの指摘はまあ分かるところもあるけど、分からないところもあるかなというところで、5、6の囲いもあるんじゃないかなというところからクロス占いを僕は提示したいかなと思っています。はい、今日に関してはグレー詰め進行をした場合に関しては、えー、このあと例のを僕で決め打ってくれるのであればいいんですが、えー、村目線の話をすると2回決め打ちが必要になると思うので、例の士と占い師のね。 なので今日に関しては2番さんから僕は言ってほしいかなと思ってるかなというところかな現状8番さんの発言と6番さんの発言、えー、5番さんと3番さんの発言に注目していって、うん、占い師の精査とグレーの精査を頑張っていきたいと思っていますはい例のローランド性なる流れだと思っているのでというところですねそこで村に貢献できたらなと思います、うん、8番さんどうぞ8番のプレイヤーは 発言してください。さいはい、おはようございます。村人陣営です。22番面ですね。私は22番面になるとえっともう脳死でえっと霊能ローラーをしたいと思っています。現状7番さんの方がしっかり考察を伸ばして村に貢献してくれそうなので、まあ、もう1日7番さんの考察を聞きたいということで、霊能は2から手をかけようと思っています。で、えっとそうですね。 まあ、私三曼ンンさんに白出しされてるんですが三曼ンンさんの新要素としては白、まあえっと、特攻をしてきているということ私が、えっと、村人なので囲いはありません。 なので、えっと、まあそこが新要素かなと思ってます。うんえっと、5番さんに関しては、太鼓狼で見る。えっと、3番さんの時点で私に白を売っていることから、かっこいいを見てもよかったんじゃないんですかね、ご視点。その指摘がなかったところが、まあ、5番さん若干、うん、うんと思いました。6番さんに関しては、て3の 白崎八の話も聞くっていうところ、うん、ここにね、まあ、まあ、結構ムラ視点かなと思いました。私も六番さんの席に座ったとき、一、まあ、番に思うことがね、三番さんの白、まあ、崎の八の精査っていうことになってくるんで、八六番さんは結構ムラ視点かなと思いました。でまあ四番さんはま二にメタメタはよくないちたんか、うんまあそうですね。四に関してはまあ妥当な ことを言ってたなって感じで二週目期待ですかね。正直そこまで異動地はなかった。うんって感じですかね。五番さんはそ、まあ一緒か。二が二世なら初日。うんしん、うんうあ。 うん、まあ正直占いフラットですね5番さんに関しても、えっと、38のロロをその時点でね追わなかったこと3番さんに関してはまあ進行論役、ね、の動きとか全く言ってなかったところが気になったなまあ2周目期待ってたことこですかね9番さん1番さんどうぞ9番のプレイヤーは発言してください はい、おはようございます。9番です、えっと。1番さんはこの後どういう動きするか分かりませんが、私からの仕様は今はあり,あはありません。えっと、22番面ということで、例のから手をかけようとは思いますが、8番さんとは違って脳死は嫌だなとは思っています。 2位7が信教と決まっているわけでもないので、しっかり進路を持って考察をしたいと思ってます。そして2巡目、発言聞いて、まあ、2戦目の子を釣りたいですね、えーと。7番さん考察伸びそう2番、2番さんの方が伸びなさそうみたいな言い方してますけど、2番さんも全然考察伸びそうな感じは僕はしているので、8番さんのその考えがよく分からなかったな。グレーに触れてきますね。4番さん、ちょっと僕、白いと思ってます。3番さんへの触れ方が、えー、なんていうんだろう、ヘイト向けたり、2戦目上げるっていうことよりも、3番さんはもし真の占いであればということで、 なんかこう圧をかけたように聞こえたのでちょっとそれがねなんか村,村っぽいあの触れ方かなって思いました。で5番さんが、えっと、4番さんが 3A の圧をかけたけどえそこに対してあまり擦り寄るような発言、うん、新占い師に圧をかけてる発言に対して擦り寄った感がなかったからもし4番さんが、えっと、白であるんだったらえ5番さんはの黒目はちょっとないのかなと思ってます。たただだ4号だっっ場合ははそれはまあ関係なないんでねって感じかな あと、6番さんの発言でちょっと気になったのが、まだ8番さんが話す前だったんですけど、8が発言白くなれば、6番さんの言った通り3の方が新名っぽく見えるっていうのは分かるんですけど、あの段階で3の方が新名あの番面的にあるっていうのが、ちょっとまだそこでは言いづらいんじゃないのかなと思ってしまった、違和感って感じですね。今のところ2番さんは最初に発言者だったので、27の精査は今のところ全然つけてません。今日は、霊、え、能、ー、から入りたいと思ってます、えー。今のところそんな感じですね。 えー、3号に関してもうん、まだ完全にフラット完全にフラットです2戦目要素を、えー、拾えてません以上です1番のプレイヤーは発言してください,ださいはいそうですね結構9番さんと視点は一緒かなと思っているかなまあ、3号フラットで見ていてでも8番さんが俺はあんまり囲われている感じがしなかったかなと思うけど 8番さんって3語で企画した時に5番さんの方が2攻目っていうような発言をしていたから8番さんが囲われてた場合っていうのはそんな発言あんまりできにくいかなとは思うんですけどねだから結構8番さんは囲われてない印象だったかなうんただし8番さんの発言の27の精査で2番から現状行きたいんであれば俺は別にまだ2周目の発言聞いてからでいいかなとは現状思いましたけどね 例えば、えっ、ー、と、霊能に狼が出てる場合っていうのは、七番さんの、えっ、ー、と、新芽のある考察で狼一としてはなり得るから。まだ二、二七はしっかりと精査したいかなっていう印象です。以上です。二番。のプレイヤーは発言してください。はい、やっぱ人外じゃねえかよ、七番さん。いや、今のところ、七番さん、普通に狂人で見ていますけどね。<laughs> えっと、一番さんは九番さんと視点が同じと言っていましたが、九番さんと視点は同じじゃないと思っていますよ。 で、八番さん、脳性ローラーはマジでやめてください。せめて精査をつけてください。えっと、もちろん私は決め打ってほしいですが、私がスムラの場合は確かに、霊能に手をかけるということは、冠水前提で手をかけますから、まあ、決め打ってほしいけれども、それは無理やり村に押し付けることはよくないと思っている。なぜだったら、私がスムラの時はしないから。だけど、精査をつけてください。 1>, で1番さんが言っていたように8番さんが5番さんの方が二戦めと言っていてだから囲いはないんじゃないかと言っていましたが、えっと、これグレーに白が刺さっていることから必ず明日クロス占いが入ります、えっと、その場合8番さんっていうのは、えっと、新占いにすり寄る必要が全くなくて、えっと、クロス占いが入るということを分かっているのであれば なるべくそのクロス占いされる新占いの C 面を落とすような行動に、えー、と出ると思いますので、囲い,いは全然あると思っています。4番さんから村要素が取れました。ごめんね。あの別にメタとかじゃないですよ。あのちょっとおふざけしてたことは本当に申し訳ない。それはね。ただよ、えー、と4番さんが3番さんに引っかかっていて、えー、と9番さんが指摘していたように3番さんの C 面を下げるというよりは、 真の占い師だったらもっとこういうふうにしてくれという指摘に聞こえたので4番さんは村勘定だなと思いました7番さんが言っていた5番さんも、えっと、6番さんに白を出していることから強人だった場合出てきてうんたらかんたらって言ってましたがだから5番さんもリスキーなことをしているといや違うでしょうどういうこと6番さんで強人が出てくるなんてわけなくない、うん、って思いました3番のプレイヤーは発言してください ああ、2番さん考察めっちゃ飲みますね。ああ、うんと、正直、27はちょっと今んとこ、どっちが怪しいかっていうのがわかんないんですよね。うんなんで5いってくださいって言ってもまあ、飲めないでしょうから、うん、今日グレー行きませんかっていう提案を出しますね。うん、グレー、 グレー詰めしませんかね。うん、グレーから行きたいなと思っております、僕は。うんまあ、次の週でいいんじゃないですかちょっとあの、なんていう役職の精査っていうのは。うん、正直、うん、1番さんかななんか1番さんが、なんか便乗、便乗したように聞こえました。 うん、9番さんはなんか白い気がします。うん、1番さん1番さんいきませんか、今日。って思いました、僕は。うん、いや、正直、2番さんめっちゃ考察伸びるから、うん、まあ、例の、例のまで行くんだったら7番、今のところ行きたいんですか正直、7番さんも1周目考察伸びてたんで、1周目は。うん このバッファだったらどっちでっいいかわかんないんでうん難しいですねうーんあーでもローの可能性もあるのかちょっと7番さんの発言聞きますあの今日はグレーズメはやめますうん例の例のでいきましょう以上です4番のプレイヤーは発言してください 2、7が対抗で、3、5が対抗。で、6、えー、と8が白。<laughs> はい、把握しました。で、3、えー、番さんに関して、えー、っとグレーから行く、うん。そこは分かる。分かるよ、うん。グレーからっていうのも一つの手だとは思うけれども、グレーから押すのであれば、狩りうドを出してください。3番さん。うん そこが普通に不自然だなと思った。あと、一番さんっていうふうに、えー、と指定した理由は、うん、全くなかったな。一番さんかな、うん、便乗でしかなかった気がする。それだけ一番さんの発言を拾った黒要素があるのであれば、一番さんを釣り押してください。で、一番さんを一本指定するのであれば、<coughs> 一番さん狩人だった時の、えー、とケア、 とうとうもしててくださいっていっころ、うん、ほぼほぼ3番さんのシーン切ってしまいますよ、うん。っていう感じかな。とりあえず、えー、と3番さんは5番さんの白先、6番さんをどういうふうに見たんですか囲いがないように見えたのでグレーに行きたいということですか、うん、っていう感じかな。普通に27どっちかでしょう で8番さ、7を残したい理由。発言が伸びるから、2番さ、一番初めの発言です。そこで発言が伸びたらびっくりです。うん、私は逆に7の方がうさんくさいかなというふうに思いましたけどね、うん。7番さんの場所、結構終わりの方です。発言が伸びなければ明らかにおかしい発言、んおかしいわけですけども、かんだ。<laughs> うん まあ、9、狩りだよな。7番さんの発言も聞きますよ。聞きますけど、今のところ7に入れようかなというふうに思っております。その次に2番、3 5番。のプレイヤーは発言してください。8番さんは狩り殿出てほしい。っていうかまあ、もういいかな、まあ。占いシステム、占い幅狭めたいっていう意味でも、まあ、狩り出てほしいっすね。9 <laughs> じゃない。ごめん。言っちゃうけど、9じゃない。今は CEO ないって言ってたけど、これ、まあ、狩りか人狼だと思うんだけど、 9じ,じゃないの仮の C は有田から言ってほしいんだけどあ6仮なんだあそうなんだ <laughs> 6今日も追うし店今から展開しようと思ってたんだけどうんどうしよう6今日の話今からしようと思って台本作ってたんだけど全部消えちゃうねこれいやーまず、あ、ちょっと話すべきだったことを話してよいかなんか6の、C、あの教授も追っ,ていけない追っていかなきゃいけないと思っててでえっと まあ6の段階では3人使用してたから、まあ強人で進路新郎もありえるかなと思って。で、3番がグレーに行きたいって言ってる理由も新郎新郎だからか、あるいは8番で囲いがあるからかなと思ったんだけど、6、狩りなのね。<laughs> そうですか。ちょっと意外でした。9かと思った。じゃあ9なのか、素直に。9狩りかなと思ったから行ったんだけど。うーん。3が1を釣り寄せてることか、グレーから行くなら9かな。4は3への狩りと出すべきっていう指摘は良かったし、 囲いがあるなら8かな。8は自分に囲いを見なかったのが、うん、私の心配ないって言ったけど、そんな8番さんのね、発言がない状態で8の囲いもあるかもしれないっていう方が自然でしょ、うん。発言した後だったらまだ分かるけどね。で、なおかつ8が黒になったら分かるし、なおかつ黒すらない方法をほぼほぼするわけだから、8の生産っていらないでしょ、一周目で。27ねー わ、ね、かんない7の発言したいんだけど、まあ、2で特段偽世っぽいっていう要素もなかったけどまあどうと,と27信教かうわ進路進路を展開しようと思ったんだけどな6番のプレイヤーは発言してくださいまあ巨人みたく映ったら、えー、5番さんには申し訳ないとまあ2周目で出,よ出る場面固まった段階で出るかなっていうような感じでしたねクロス占いの話になるだろうからっていうところでえー、っと、2周目で使用しました えっとですね、うん、まあ、5番さん、私の今日で追ってた台本ができてたっていうので、まあ、慌てたのかなっていうのもありますが、私は3のシーンは切っていいかなっていうふうに普通に思いましたね。うん。グレーに行くのであれば、当然、狩人出すべきであるし、クロス占いをきちんとするっていうのも話さなければいけない。そうした視点でわけも分からず、フラ,フラ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 してるっていうので、私は3のシーンは原則的には切りました。 五、えーまあの発言が、まあ、台本通り進まなかったっていうのもあるので、ちょっと、うん、五もどうかなっていうのが正直なところですけどね。 8については脳死でレーロラっていうような話もとともに、占いにいろいろと触れてたのにもかかわらず、最終的にフラットっていうような言い方してるので、8については普通に黒いかなっていうふうには思ってます。で9については一番ムラ目かなっていうような視点。で1は便乗していたのにもかかわらず、結局占いにほとんど触れなかったっていうところで、1についてもやや黒目で見てます。で4について、4は3をかなり叩いてたんですよね。で5にほとんど触れなかった、4については。 3をかなり叩くだけ叩いて5に触れずに4番さんって3番さんは、えー、5の白、えー、出し先の6についてどう見たんですかって3に質問しましたけれども4番さんって私をどう見てたんですかっていうようなところですね <laughs> なので34のラインも普通にあるかなっていうようなところ私は基本的に3を2攻めて見てますんでねうん、うん、で芸能、まあ、についてはてうん 正直七番さんの話を聞いてからかなっていうのが本音ですね本当に霊能についてはわからないフラットです以上七番のプレイヤーは発言してください,ださいはい現状占い師の新規については5番さんの方、えー、シーン3番さんの方に攻めてみてます理由について述べるんですが三番さん視点今日グレーから行くのであれば一番さんと言っていましたが一番さんという理由も言っていないで今日グレー詰めという提案自体は 普通に新占い師であれば、なかなかないかなと思ってる、基本的に五番さんもグレー詰め提案しようとしていたが、まずは霊能師から手をかけて、えー、各占い師の黒い位置を提にさせるというやり方が一番いいと僕は、えー、普通に、ね、スムラの時も思っているので。 そのやり方が一番いいことから、グレーツメを提案する意味が全くわからないので、結局、レーノローラーから行くのであれば、えー、そのグレーツメから行きたいという発言はいらなかったんじゃないかなと思っている。で現状、グレーの中で一番白いのは1番さんかなと思っています。1番さんに関しては、えー、8番さんでの囲いがないという発言をしていて、占い値に入るような行動をしているので、1番さんが狼であれば、別に8番さんとの囲いを追ってクロス占いなどを提示させた方がいいんじゃないかなと思っていることから、えー、1番さんに関しては白いんじゃないかなと思っている。 で8番3についてになるんですが、8番3に関しては正直、見方によると思っているかな。僕が例えば8番3の位置で、人狼の場合に関してはクロス占いを提案して、例えば黒を出された時に、そのクロス占いを提案したことを白アピとして使うので、8番3にその考えがあるのかないのかで、8番3が狼があるのかは変わってくるのかなと思ってくるので。 5番さんにかしゃ現状8番さんを占って3番さんにかしゃ好きなところを占えばいいんじゃないかなと思っているかな4番さんにかしゃ3番さんへの叩きがあることから54狼のペアセットは成立はしないかなと思っている。 5 4狼であれば3、えー、番さんにそこまで叩いてわざわざさ番さんの占い位置に入る必要がないからというところですね。現状9番さんにかしはものすごく印象はいい、えー、霊能師の審議も大事というところからね。2番さんの問いに答えておくと、えー、6番さんに白を出して、えー、5番さんの新名が盤面的にも上がるという発言をしたのは。 えー、例えば5番さんがオオカミで6番さんに白を出して6番さんが占い師をしたら、えー、5番さんの指命が圧倒的に下がってしまう、えー、3、4で6番さんが表示に出てくることは少ないかなという理由で8番のプレイヤーは発言出現してください。さいはいはい。えー、っとそうですね。まあその後オオカミやと思ってますね現状。でえー、っと 5番さんと結構視点が似てましたね。進路進路絶対あると思いました。で、えっと、それは、まあ、3番さんが、あ、2番さん考察伸びるね。釣りたくないね。2番さんは釣りたくなさそうな発言。あんまり理由もなくね。で、グレーから行くなら1番さん。1番さんって、えっと、なんか7の狼目を追ってたんですよ。なんで、限りなく強めが低い。うん。 1>, 1番さんに関して限りなく強めが低いっていうとこから3視点もし3の相方2位、えっと1の強めが低いとこから一を釣りをしたんじゃないかなって私には感じました。はい、でえっとね1番さんの精査ちょっとおかしいとこがあって7番さんってレイロラン飲んでるんですよね。えっと、レイローランを。 まあ完遂というか決め寄ってほしい的なことは言ってたけどでも例のローラーから行くべきグレーズ目を押してないんですよ7番さんってやっぱ占い結果を2日の残したいっていう発言があったので7番さんはうん人外なら強人だと思ってますわねだから1番さんの7の狼目があるっていう発言は違和感がありました で、えっとまあ、そうですね、七番さんのいううん、二七比較したとこ、うん、そうですね、やっぱ七番さんの方が、やっぱもう一日考察聞きたいかなと思いました。鋭いうん、発言もしてたんでね。<あ>でも、進、まあ、あるなら77が多かった、と、ので、白い位置が多すぎない、えっと。進路、進鏡だった場合、四一九に、えっと、も、ま、419、あ、白がいるっていうことになるんですが、うん、正直、そのえっと一の七の精査でうん、違和感がありました。 っていうとこですかねうん新郎進,路進路なら2から行きたい新郎新行なら,ら行3の1のライン切りっていうのもあるかなとは思いました2番から行きます9番のプレイヤーは発言してくださいえっと8番さんの言ってることがなんかすごい視点がバラバラになって全然分かんなかったんですけど、うん、え何新郎新郎でお でも1番さんに強人目がないって言って7番さんが強人っぽいって言ったり新郎新郎で追うんだったら2番を釣りたい新郷で置くんだったらじゃあなんで7を釣りたいって言わないのかな8番さんっていうことよく分かんないかなであとみんな3番の新名ない3番にせっぽいと思うけどわかりますえ新ぽさがないけど、 黒要素じゃないとは僕は思ってる、なんか実力の低いシーンあの人なのかなって、普通に思ったん <laughs> 暴にてる、ね。だって例えばだよ、3番さん、人外で、あの考察しかできなかったら、出てこないんじゃないのって思っちゃうけどね、ちょっとこの逆理論的なのは、ちょっと5番さんには大変申し訳ないんですが、僕は普通にそう見,見ちゃってるし、で、3番さんの発言の後の4番さんの位置だったら、僕は人外だろうと、む村だろうと、役職だろうと、3、4の人狼だったとしても、 俺あの指摘絶対すると思うよ。真の占い師でグレー冷たいんだったら仮を出てくださいって言えよとかさ。なんだかんだっていうのは。うん、だから4番さんそこは別に白,白とは思ってない。真っ当なことを言っていたと思ってるかな。で5番さんには申し訳ない。うん。今はないって言ったのはね。あれね。あの, <laughs> あの1番さんがあの役が出るかどうか分かんないから今は22番目だねっていう今はと僕の仕様がありませんよが混ざってしまって本当にそれでちょっとあの役 何人狼は狩人っていうふうに見せてしまって申し訳なかったですって感じですねはい、えー、なので、えー、と5番さんが人狼まあ僕に向けてドはヘッド黒要素はマットだと思ってるなので5番さんそんなに怪しいと思ってないし3番さんは3番さんで人狼っぽくないなと思っちゃったあって強人じゃないかなと思ってますえっ、ー、とね例のに関してはごめんなさい時間ないけど僕はねでも2番に入れる1番のプレイヤーは 発言してください。はい、二週目ですね。まあ、終わった。芸能はどっちでもいいんじゃないですか。心境トークンだったら別にどっちでもいいと思ってるから、別に俺は言わどっちから行くとかは言わないですね。うーんと八番さんってどういうことなんだろう。俺が神経なんか二七の精査がすごいいっぱいしていて、あと三番をなんでかばったのかがちょっとわからない。 3番が1番から行きたいという視点を変わっているように見えているから、暗直に行くんだったら普通38労働なのかなって思っちゃったから。俺、初日は正直56ローしか盤面上見えなかったから、6番カリウドなんだと思っちゃったからね。えっとね、なんでかっていうと、94が白くて8番さんにあんまり囲いが見えなかったから56なのかなって思っていた。まあ、でもそれがちょっと180度変わったかなって感じかな。逆 19番の言ってる論はわかるから別に占いは今のところ別にフラットで見といていいんじゃないかな明日の白崎黒先で大体わかるかなと思ってるから別に安急じゃないかな審議は明日でもいいと思ってるから別にだからえっ、ー、とレノローラーをするんじゃないですかあ ?3 日目にしっかりと占い師のシーンを決め打てるようにレ能ノローラーをするんだから別に一瞬に決め打つ必要はないと思ってるので、そんなところですかね 現状、おかしい発言をしていると思っているのは、俺は8番かな。なんか、めちゃくちゃ違う。9番が言ってた通り、めちゃくちゃちぐはぐだと思うから、9番は3番に芯があるっていう考察をしているが、3番が芯だった場合は8番が白結果だから、俺はそれは腑に落ちないかなと思ってるから、3が普通に2芯に見えるかなただし9番が3が芯あの実力の低い占い師なんじゃないかっていうのはめちゃくちゃわかるから、俺なんかそれを9番の中にも <laughs> もうやめてあげて。3のライフはゼロよ。 白一は九番かなって思ってますね。そんなところでしょうか。以上です。投票を始めてください。二番。のプレイヤーが選ばれました。 いいね、2>, 2番のプレイヤーは発言してください。はい、ブチギリプンプンマルフォイです。マジで、8番さんは人外で会ってください。8番さんの、えっ、ー、と、考察がもう本当尻滅裂すぎていて、一体何をしてるんだって感じですね。3番さんらしいはもう切ってます。もう五番さん新進行でいいです。え、そして、えっ、ー、と、三番さんの。 えっと、発言順とかか考えててもらっていいでですかマジ三番さんのあの発言から三番さんが下手すら狂人で出ていて霊能に狼が出ているっていう線は誰も追わないんですね。三番さんは霊能に行きたがらずグ、えっと、レーを連れましょう狩人も出さずにっていう発言をしています。まあ、確かに安直すぎだとは思いますがその線は誰も考えなかったんですかね。 で、7番さんが1番さんを白いという、8に囲えないと、えー、見ているという発言から、占い位置に入るのに、それを恐れず言っていたっていう意味がわからないです。あの段階で6番さんは仮言しようをしていません。なので、グレー位置に白が刺さっている状態なので、必ずクロス占いが入ります。何の1番さんの白理由にもなりません。8番さんは進路進路 <laughs>。八番さんは初週あし、初週じゃない、えー、と最初、 進路,進路を追うと言っていてで3の進がないことから、えー、と2に行きたくないような感じだったうんで1番3の興味がないって言っていたにもかかわらず1番3が怪しいと言っていてでも7が発言伸びてるから7に行きたくない結果にいやもうめちゃくちゃすぎるいや8が人外じゃないとしたら納得できないんだけど人外であればこその納得いく考察なんですが。 あ、七番さん、可能性もあるし、九、七番さん、七番さん、つってください。そして、三番さんのき、シーンは切っていいです。もう五番さん、新進行でいって、いいと思ってます。やっぱ、やっぱ、七番人外じゃねえかよ。おい夜が来ました。目を閉じてください。<laughs> 占い師は、目を開けてください。さい占い師は、見る相手を選んでください。<laughs> こっち黒出してくるでしょ 朝が来ました昨夜死んだのは6番7番のプレイヤーは発言してください1番黒でした2番三黒だったので5番さんが8番んに黒を出していることから、えー 僕視点の話をすれば2番さんで今日1人が釣れているので8番さん釣りからでも構わないです。2番さんに黒が出ている現状で8番さんを釣って終わらなかったら5番さんが破綻ということになるので僕視点の話をしますね。僕視点の話をすればす、えー、8番さん釣りでも僕は構わないと思っているかな。えー、3番さんが4番さんに白を出している。 今の結構僕の中での考察を言うのであれば3番さんが初日の段階で2週目の段階でグレーズ目をものすごく提案をしていたことから3番さん強じん2番さん人狼8番さん人狼も十分にあるんじゃないかなと思うところからえ8番さん釣りでも構わないかなと思ってるけどどうなんだろうでも8人ラインだった場合に関しては8番さんが別に僕から行かないというメリットがあるのかなっていうところがちょっと疑問かなっていうぐらいかな8人人狼だった場合に関しては8番さんに関しては僕釣りを押した方が いいんじゃないかなというところだけは気になるけど僕視点の話をするのであれば8番差つって終わらなければ5番さんの破綻が見れるなんか3番さんがこのあと黒1を提示してくれればそこを釣れば僕視点は終わるのでというところかな現状うんぐらいだけど3番さんって何ででも4番さんを占ったのか気になるけど、ね、4番さんに関しては5 4 5狼というペアサイトに関しては成立しないと思ってるから。 オオカミだった場合に関して4番さんが3番さんに対してそこまで突っ込む必要もないからというところかな現状僕を信で見てくれるのであれば8番さんいってくださいぐらいかな以上です8番のプレイヤーは発言してください えっと、クロスで8に黒を出されましたね。まさかのびっくりしました。で、えっ、ー、と、昨日言いたかったことをまとめますね。ちょっとあの申し訳ない。3番さんがグレー行きたい。で、1番さんに興味がないと思った。発言的にね。だから3番さんは1番さんを押したと思う。だから新郎新郎なら、えーと、1番さんの興味はない。で、2番さんが狼だと思いました。新郎新居だったとしたら、3番さんの1番さんのそのライン切り っってていいうふうにも見えますねね発言でした、ね、ちょっとまとまってなくて申し訳ない。えっと、これでまあ,あの理解できてもらったかな。私の言いたかったことは。でそうですね。まあ、えっと、7視点はあ私つって終わらなかったら5の発端。わかありました。で、そうですね。うん、何やろ私の白アピ、うんまあ、え5視点ってどうなってるんですか私オオカミで。太鼓オオカミってみなんな38ロロ。8 ま,あまず、えっと、正直3万んの考察力やったら相方出させないですね、占い師。はい、で、えっと、囲わないでくださいとも夜の会話で言いますね、絶対に。はい、占い師に入ってしまうのがもう分かってるんでね、だいたい2番目になるんで。だから、まあ、5番さんの相方1で言うと、3、え、が、っと、信頼491、9 1どこか。 もしくは7シでえー、っと進路進路っていう風にも見えるかな、うん、って感じですかねはいまあ3番さんねこんなんでもシにやったってことですねまあどうやろ38ペアセットなら絶対に3番さんに売らないし出させないで囲わせないっていうとこですかそれぐらいしか言えないんですけど5番さん何せよそう。五番さん何せよそう。なんやろな なんかあんま三番さん死にせやと思ったが考えてなかった。九番のプレイヤーは発言してください。まあ八番さんの言う三八ロロじゃないその言い分はまあまあ全然わかるわかる。僕今日七番さん行きたいですね。あのあまりしっかり精査してなくてえっと七が死んだって別に今のところ思ってないので今日七番さんにかしてほしいと思います。でえっと七番さん目線のえっと五が死んだった場合ねえっと三強えー 二八朗朗、これは、これだけは僕、ないと思ってます。えっと、番の強人名は僕は昨日、僕はったよ、僕の発言で言いました。で、もし本当にその、えっと、2八朗朗、三強だった場合、二番さんは最後にその発言絶対しないでしょ、三番の強目があるっって。で、相方の八に黒、打たれるし、真から黒、打たれるし、そこで三の強目を負わせるっていうのはないと思ってるから、三強、二八ロ朗はないとは思ってます。うん。 どななんだろうなちょっとね占い師の話はちょっとこのあとちゃんと聞きたいと思ってるであと6番さんじゃないごめんなさい2番さんの遺言、まあ、なり昨日の発言で納得いくところもあれば納得いかないところもあった7番さだただきの内容で、うん、あの7が一応白と送る理由は別に僕は納得できてたしそこは黒要素とか偽要素じゃないかなと思ってますけどただ7を今決め打てるような要,要素はありません、うん、決め打ちはしたくないですね 黒出てますけど申し訳ない7番さん行かせてほしいと思ってます。でえっ、ー、と5番さんは8黒か,だからそうですね8番さんが違うか番さんがいって番,番さんの、えー、と黒目線での黒の位置と理由をはっきりこのあと聞かせてほしいと思ってます。で,で精査は明日、まあ、決める場面になると思いますけどその時にやりたいですね。はいまあ今のところ以上かな一応僕は1番さんを結構白く見てますよ。 うん、理由はあんま覚えてないかななんか考察グレースケールがなんか近かったっていうのもあるけどごめんね近いと俺一緒の世に思えちゃうからアホ,アホなんだよ9番視点で俺を今この,この現状で白く見るんであればやっぱり9番の狼あんまりないのかなと思っているかなだから8番が白いかどうかなんだよね8番が白いのであれば7番つって占い振動かなと思っちゃう だって3番が4に白結果なんでしょ。3番が4に白結果で5番は8に黒結果だから、5番視点っていうのも4番が隠しろでしょ。てか4番が隠しろだから、9番が俺に黒の占いんであれば、俺は9番が狼っぽくはないかなって現状思っちゃうから、7番を釣って占い精査でいいかなって思っているかな。だから8が白いのか黒いのかがめちゃくちゃ重要だと思ってる。<laughs> うーん現状2番の黒結果はね、あんまない ?72 世なんじゃねえかなってちょっと思ってるけど、ね、8番さんの論で言うと、あの、霊能が例えば振動1だった場合っていうのは、7番さんってグレー詰めるなんて発言したら、圧倒的に狼要素を拾われるんだから、7番釣りになるんだよ。だから7番が狼でも絶対対対抗から釣ると思うよ。振動振動であるからこそ。だってグレーからいくなんてめちゃくちゃ疑われるじゃん。 だから八番のロー法はよくわからないかなと思ってあと発言伸びる方はニナがえっ、ー、と例えば新郎だった場合に関しては狼の方がちつって色味はないですね。八つって終わんなかったら七番、えー、が狼だったら七番が見せだし全部ある程度ね自分の相方が三号にいるかどうか終わったらそのまま終わるから色味はないです。っ,ったらめちゃくちゃ発言が伸びるから終わんなかったら八つろです。そてオ目があるのって発言が伸びる方だと思ってだから八番の考察は 不自然ではあると思っているかな。現状は以上です。3番のプレイヤーは発言してください。はい。うんまあ僕が4番さんを占った理由は、えっと、昨日4番さんと9番さんが結構白っぽく見えてて、まあもうどっちでもいいなと思って正直4番さんを占いました。<laughs> なんか4番さんは結構なんか僕に突っかかってきてたんで、うん。 もしかしたら狼あるのかなと思って、うん、4番さんの方を占いました。うん、そうですね、うん。4番さん白だったんで、えっ、ー、と、27?27?27 27? 27が新居新居だった場合、5番さんが狼なので、相方が91にいるんですよね。うん。91にいるんですよ。これは事実なんですよね。そうなった場合。 うん、けど、9番さんと一番、その、なんか、どっちも結構似たようなことを言ってて、うーん、なんか変な発言はなかった。考察に矛盾がなかったので、うん、正直、2番で落ちてると願って、願いたいとは僕は思ってますね。うん、なんか、2番さんは、なんか、すごい僕を2攻めで見て、もうなんか、3番芯切ってるから、みたいな感じで、僕の芯目を下げてきてたんで、 うん、まあ2番さん人外も結構あると思うんですよね、僕は。うん、だとすると5番さん。うん、2番さんがオオカミで5番さんがオオカミだったらめちゃくちゃ楽な試合ですねっていう。うん、なんですよね、うん。うん。でもちょっとまだ盤面がわかんない。どうなんだろう。今日は7番さんいきます。はい、以上です。 4番のプレイヤーは発言してください。さいえ、うん、?3 番さんして2が黒の可能性がある。で、5番が人外 ?3 番さん目線ね。2号ローロー。あなた目線の巨人どこ行ったのあなた目線の教授どこよどこよ、うん、謎。は <laughs> い、なかった。 え普通に7番さん行く。で、私、2番さんの遺言で <laughs> 言ってたのも、確かにそれもあるなと思った。三強人で8 7ローローの可能性もあるよね。っていうところね。2番さん結構、新芽高いと思うけどね、うん。8番が7番を異様に変わっていたことが、めっちゃ気になってる8 7ローローなんじゃないかというふうに思っております。7番さん行きます。 5番のプレイヤーは発言してください <coughs> 3番さんはさ4番さん9番さん白く見えてたんでしょで昨日はさグレーから行くなら1番さんからって言ってたでしょで1番さんを占えばいかがですかなぜ4番さんを占ったんでしょうかうん1番さん聞いてくださいあなた黒塗りされますよ明日黒出ますよ1番さんいいんですかこのまま3番さんシも追う進行していいんですかこれ8番さん釣りません一緒に で、二五狼なら楽って言ってますけど、楽じゃないでしょ。新郎新郎って新視点結構きついはず。狂人がどこなのかわかんないから。四番さんも言ったけど、狂人の位置を明確に言うべきだよね。で、八番さんを失ったんですけど、八番さん狂人かなと思った。正直。あまりにも主張が散らかりすぎてたから。狼だったらもっと整理できるかなと思ったけど、狼でしたね。で、えー、っと、八番さんを狂人で見た理由は、えっと、初,初週さ、 8番さんはさ、5は8の囲い見なかったからっていう発言してたんですよね。それってクロス占い間接的にしてくれっていう話だと思ってたんだよね。だけど違いましたね。うん、素直に8番さんは狼ですね。で、8番さんは新郎新郎を追うんだったら7からでしょう。うん、と思いましたけどね。7番さんはさ、白位置があまりにも多すぎるんだよね。1番さん白いって言って、9番さんこと印象いいって言って、4番さんは4号ないって言ったんだよね。うん、あまりにもその7番さん視点のあの、白位置が多すぎる。 うん、でこれは進路進路って見て7番さんに入れるべきだと思ったけどね8番さんそこの主張がおかしい。そこで2番さんっていうの理由がわかんない。2番さんが素直に相方なのか7番さんが相方なのかって感じだよね。どっちからもラインがあるよね。今日8釣りでいいと思うけどね。うん、ただね、2、28じゃなさそうだね。2が8をすげえ押してたしね、夕日ゴンで。っていうのもあるし、87じゃないかなと思ってね。7番さん目線はちょっと白い位置が重すぎるね。 まあどっちからでもいいとも思ってるかなとりあえず私は8人投票します確定なんでね投票を始めてください違う私じゃありません何かの間違いです7番 ののププレレイイヤヤーーが選ばれました7番のプレイヤーは発言してください,ださいはいまず8七狼のペアセットだとするのであれば強靭位置はどこですかはい5番さんも4番さんも言っていましたが3番さんへ強靭位置をどこですかという指摘をするのであれば。 四番さん、五番さんも強靭一を指摘するべきだと思っています。で、七八狼だった時に、僕が別に二番さん。黒を出すメリットが全くないですよね。黒を出すことによって、安定で僕が釣られてしまう。その <laughs> 7、8で追う思考は本当にわからない。4番さんも言ってたけど。で、僕視点の話をするのであれば、新郎新郎版面だった場合に関しては2号狼というところになるかな。すげえ狼臭いと思っようん。で、えー、2番さんが狼出てることから、3号が新居で出ているのであれば、5番さんが新であれば8番さんが狼、3番さんが新なのであれば9か1の狼になるが、えー、9番さん、1番さん、8番さんも皆さん2番さんに投票をしていることから、 僕自体の話をするのであれば、新郎新郎版面かなと思っている。4番さんのムーブがよく分かんないけど、4番さんに関してはもう占い位置に入るような行動をとっているので、まあ、4番さんはワンチャン強人あるかなぐらいだけど、4番さんに関しては、3号で信教が出ている場合に関しては、面整理をすると確定しろですね。進路進路はい。というところかな。新郎新郎版面のみにあたっては、4番さんに関しては強人目があるぐらいかな。うん。 狂人目っていうのは1番さんも地味にあるかなと思ってるけど1番さんも占い位置に入るような行動は取っているのでというところ9番さんに関してはものすごく白いかなとは思うけどうん7ん。七八狼っで追う追うっていうのか全く分かんないんだけど7八狼だったら別に僕2番さんに白出した方が良くないと思うんだけどなんかどうなんだろうね。 八番さんとさんまさん言ってることは確かにおかしいんだけど、言ってることがおかしいし、信用していうの <laughs>。あるから、まあ一概には言えないかなっていうぐらいだけど、胸が勝てることを祈ってます。す夜が来ました。目を閉じてください。占内しは目を開けてください。裏内しは目を開けてください。をてください。裏はをだだ 朝が来ました。昨夜死んだのは。四番。五番。のプレイヤーは発言してください。お、三番さん、一番さん、白ですか。じゃあ、あなた目線、誰が狼ですか。えー、っと、七番さんはね、すごい置きい土産をしていきましたよね。新郎新郎っていう。 雑な、もうかなり雑ですよね。新郎新郎追うんだったら25になりますよね。25のライン精査も置いていくべきだし、それもなかったし、あまりにも雑だよね。うん、7番さんは狂人でしたね。うん、3番さんは狂人かなと思ってたんだけど、違いましたね。で、えっと、昨日発言入れなかったんですけど、8番さんはさ、えっと、 番さんん目線どうなってるんですか私が3番さんとペアセットだったら囲わないでくださいって言うと思いますって言ってたけどでもそれ時系列が違うくてえっと夜会話っていうのはチャットなわけよで3番さんとあの会話できないわけよほぼほぼ3番さんの能力もわかんないわけよそんな中でさこんな3番さんに私に白出ししろって言いますかって言ってたけどそれ時系列がおかしいのであって3番さんがまあ9番さんの言葉借りるよ私は タイはないけど、9番さんの言葉借りるなら三番さんのプレイスキルを知れたのは発言が始まってからだから時系列がおかしいよね。ところ。で、えー、あとは、あ,あとは、38か。7黒、七黒の3強だと思ってました、私はで。たまたま刺さっちゃったのかなって感じがしてたけど違いましたね。うん。どこかな。三番さんは誰が狼なんですか ?1 番さん。 9番さんのこと白いって言ってましたよね。誰が狼なんですかまあ昨日言った通りかな、うん。3番さんと私の発言を精査してほしいってのと、8の視点が散らかりすぎてるってところから、素直に8人としてします。今日は8に入れてくださーい。8です。888。絶対8。8番のプレイヤーは発言してください。 視点が散らかりすぎてい私はえっと3えっと新郎新郎なら3人狼で1番さんの興味が低いとこから3番さん1番さんを釣り押した新郎新郷で、えっと、見るなら、えっと、3一狼で、まあ、ライン切りにも見えるんじゃないかっていう発言をしてるんですけどねまあでも3番3新なんで1番さんが白。 ってことは、えっと、進路心境で見るのなら3番、3視点、9番さんがオオカミになる。でも、9番さんが、昨日、えっと、何まあ、私の視点がわかるって言ったとこ、別にするより必要ないんですよね。うん。だから、別に、3級オオカミ、折ってないですかねかにあ、違う、大丈夫よ。よ5級オオカミか、折ってないですかね でえっと、新郎新郎か新郎新居か分かりませんけど、5番さんにせいです。時系列が違うって言いますけど、まあもうこれ言ってもしゃあないですけど、夜会話で大体言うじゃないですか。人狼で占い苦手ですとか、私占い出ますとか。うん 時系列だけでもの言われててもねって感じ時系列だけじゃな、ね、い、大事だろ、そこはで。えっと、まあ、3視点どうなってるのかも聞きたいし、<laughs> 時系列、な,な列っえっと、普通に進路進路もあると思います。で、えっと、そうだな、時系列で言う。そなって言いだから時系列の話してんじゃん。なんで私なんやろう。<laughs> えっと、そうなると、強人残したいのかなっていうふうにも見えますね、五番さんに関しては。 えーもうわからんは五のにせようそううーん時系列だけでものを言われてもって感じ <laughs> 時系列大事なのうんもうさ三視点の狼一とかどうでもいいんですよあで七番さんの言うあのね強人一もう結局言ってなかったでしょ七八狼で見た時のうーんもうとりあえず3 3いや三三視九番のプレイヤーは発言してくださいどうしようでもね僕今一番嬉しいことがあって 一番さんがどっちの占い師にも黒出されなかったのは良かった。<laughs> 俺、一番さんの人狼、目本当嫌だったからさ、昨日の発言で聞いたのもそうだったけど。で、<laughs> いや別に八番さんがこれで白くなるかって言ったら、特段なってないんだよね、そのヘイト向けられて、あのまあ、考察はいいよ、考察としては盤面的にはあのしっかり言ってもらってるしただ、なんか向けられたヘイトに対する返し方がちょっとな、なんか。 花瓶かなと思うし、だけど5番さんが言う、えっと、3番さんのと自分の、えっと、発言精査をしてくれと8番さんへの「しっちゃかめっちゃか」っていうこのなんだろうとかさあと「夜会話」のところもうこれだっていうのなんかうーんその武器あれば戦うよなっていう感じだからな言ってることは正しいんですよ <laughs> ただ3がね人狼っぽく俺見えないんだよここが一番僕の中でね悩ましいところ。 3は2日前かなんか言ったけど、あって強人だと思ってて、人狼っぽく見えないんだよなって <laughs>、ちなみに夜会話の件については僕、僕五 <laughs> 番さんの件はマットだと思った。うん、を囲わないとかまでは多分俺会話できないと思う囲まないでねとか。うん。だからそこに関しては、どっちが正しいどうかとは分かんないけどな。ごめんね、ちょっとこうすると本当伸ばせなくて、すげえ困るんだけど。38ロろ 三番さんが人狼で囲っ、うん、うんうん、そっか怖いから囲いにいやでいやー困るなー何を悩んでん <laughs> ちょっと考えさせてくださいマジで何を考えてんだ<ー>マジで<ー>ごめんねん白っぽく見られるかもしれないけど考察がのあのしっかりできなくて <laughs> ごめんなさい一番のプレイヤーは発言してください。 3八ロロじゃねえかなと思うけどな。8番さんが言う,のに言うように、振動振動であれば4番神が俺は発生しない気がするけどな。俺9番が狂人に見えないから、あって、俺狂人じゃないから、あって4狂人かなって思っちゃうから、振動振動盤面で4神が発生するのがちょっといささか不可解だから、ね、普通に3八ロロじゃねえかなって思うけど、どうなんだろう。 え、てか、5番さんに偽予想ほぼないから、別に言ってることっとうじゃないと思うけどなぁ。マジか。よかった、言ってます、言って。まあ、明日。まあ、わかるけどな、ね、ぁ。番ローローで囲うかっていうのも。振路振路だったら PP 発生、p p やで。9が強靭に見えないから、とりあえず8番を釣って、明日、精査でいいんじゃないですかね。新路新路ないと思うけど俺5番の視点が一番しっくりくるから。 えっと、三八ロ朗ロだった場合に、3番が初日にグレーの、例えば俺を釣りたいという発言に関しては、村人が100%確定で釣れるからね。3八ローロで、えっと、2七が信境であれば。その視点は狼入りだと思うよ。だから3番の偽はあると思ってるけど。狼としての。狼としての偽もあると思ってるけどな。まあ、わかるけどね、9番が。三が、狼でそんなことすんのか、めちゃくちゃわかるけど、俺は3八ローロだと思うけどな。 のところですかね、以上です。3番のプレイヤーは発言してください。うん、いやー、5番さんに乗せられましたね。完全に顔が反らしました。た 1>, 1番さん白でした。そうなんですよね。ちょう、ねえっと、もう俺が、俺の考察が正しければ5番ローで落ちると思うんですよね。うん、う終わると思うんですよ、5番で。九、うんうん、番さんの、なんていうのその、 なんて言うんだろうなんか考えてる感じなんか迷ってる感じが狼っぽくないっていうのと、うん、俺なんかね4番さん強人だと思ってたわけ俺おじゃあ8番釣り飲めるよねなんか気がしてきた、うん、なんか4番さん当たり障りないこと言ってたから<ー>なんか4番さん噛んでくれてありがとうって感じなんだよね、うん、俺は正直、うん、じゃあ8番さん釣り飲めるねうんそうなんだよね 5番行ったら終わるんだよ。うん、59じゃない限り。いいんうん。<laughs> と思ってる。うんで。2番さんだってさ、俺のことなんか、もう、しんめないから、うん、3番偽だから、みたいな感じで、もうなんか、もう、狼じゃん。<laughs> 発言が。発言が怪しいやん。だって。だってさ、その、発言精査してないじゃん、2番って。 で、5番もなんか結局、なんかあれじゃん。5番さんもなんか、3番さんはこんぐらいのプレイヤースキルだからみたいな感じで、結局、なんか、俺のプレイヤースキルアーダコーダーでしか言ってないわけじゃん。5番さんも。うん。そこなんだよね。うん。あは5強人目線もないっていうのもおかしいよね。投票を始めてください。違う。私じゃありません。何かの間違いです。 8番のプレイヤーが選ばれましたよかったよかった8番のプレイヤーは発言してくださいえこれもしかして1番さん強人違いますよねないか 1>, 1番さんめっちゃ強靭に見えたんですけど今私のえっと黒ロックするところもし1強人ならえっとその役以外にオオカミがいないこと分かってるから私の黒ロックが外れへんのかなと思いましたけど PP じゃないよねうんもしえっと3えっと9がオオカミじゃなければあそうかそうか1両落ちてんのか1両落ちるってことは2両落ちてるんや7七親や新郎新郎で強人4で落ちてるってことになるよねはい 絶対明日ゴー釣ってください売れに狂人がいなくてよかったですはい <laughs> でそうです、ね、狂人いないこと知って時系,もう時系列の話してもしょうがないんですけど時系列の話は大丈夫。世、えっと、の会話で言えますよねだから私結構狼でね占い出るの好きなんですそ,それが時系列の話出ますね絶対に時系列こんなふわふわした狼いないでしょ普通に <laughs> 三番さんでもうそれぐらいわかりません普通に 人狼ね、まあ、2、2番目になること多いから、普通にクロス入ったら、一発でもう負けるから、過去は変っていうことぐらいわかるでしょ、普通に。だから、もうそれ、組み取れないんかな、9も1も、うん。4強靭落ちててよかったっすよ。まあ、私の発言終わってから強靭しようとか言ったら泣きますけど。いやもうほんと、5番さんうまいね。偽要素ほんと見つからんわ。うん。<laughs> はい。 <laughs> まあでも何やろ2番さんのオオカミっていうのはえっと5のシーンを爆上げしてたことですかね <laughs> はいまあ、3番さん頑張ってくださいほんと応援してます墓場から夜が来ました目を閉じてください <laughs> 余計なことしなくていいわ占い師は目を開けてください占い師は見る相手を選んでください ほれほれほらを選べ。 <laughs> どういう板なの狂強仕様は <laughs> どっちにしても残されるんだよな一がすべきなんだよなそれだったらまだまだしても意味ないけどな両視点強人がいないの分かってたさい。はい 5番さん黒でした。えー、っと、PP はないんすかねえ ?9 番さんは強人なんですかだっ,ったら負けですけど。い、え、や、ー、5番さん言ってください。あの、一番さん、あのー、よろしくお願いします。はい。あの、ボクシングなんで。うん。まあ、5番さんはなんか結構、まあ、初週でもなんか、 なんか自分のストーリーを描いてらっしゃるようでなんか、ね、6番さん狂人塗りしたりっていうなんかまあ自分の理想の何て言うんだろう盤面作れたんじゃないかなと思ってます5番さんはね、うんまあ、だけど5番さんオカミなんで5番さん言ってくださいよろしくお願いします。5番のプレイヤーは発言してください。 3番さんはさ、昨日、9番さん、狼なんですかって圧かけたら9番さんにすり寄りましたよね。これが3番さんの偽要素。そして、号泣2狼も若干おったよね。今日苦しかったよね、発言としては。で、8番さんさ、読んだを狂人で落ちててよかったってどういう発言ですかどういうことなんで読んで狂人が落ちてることを確信してるわけどういうことですか それだったら8番さんの遺言だったらさ、4、強人で会ってくれ頼むみたいな感じが普通じゃないなんで強人落ちてること確定で、グレーに強人いなくてよかったーとかも,言って,ても言ってますよねどういうことなんで確信してるわけそれは7番さんの狂人で落ちてることが分かってるからですよね。えっ、ー、と。 そうだね。えっと、8番さんは、えー、まず、新郎新郎で追っていました。そもそも、新郎新郎で追うのであれば、7番さんの白い血が多いことから、2番さん狼ではなく、7番さんを釣り押すべき。そこの視点がバラバラでわけがわからない。2番さん狼に見た視点がよくわからない。えー、で、えー、それから、えー、3番さんに関しては、えー 1>, 1番さんをグレー押しして、えー、4九を白っぽいと思っていたと言いつつも、えー、どっちでもいいから4裏あったらこれはよくわからない、えー、その後に1番さんに、えー、白を出して結局1番さんを味方につける路線に変えたとで2五狼には楽楽じゃないですよね新目線だったらねでえー、っと8番さんは、えー、それからね3番さんは8番さんのことを強人で見ないんですか 8番え3番3目線8番さんが一番強靭位置にふさわしいんじゃないですか昨日8番さんに投票すればいいじゃないですかなぜ私なんですか ?8 番さんつって私釣りでいいじゃないですかええってところだね。はい。3番に投票してください。9番のプレイヤーは発言してください。3>, 3番さんに入れそうな僕がいるんですけど。ヒーローや。 噛むよねって思わんイジョワンさん悲ま <laughs> <ー>しい五万さんの言ってることは正しいんだよ深読みすぎやん正しいんだよー3万さんが人狼だったら一に黒出すんじゃないのかな <laughs> うんだってその一白前の前って俺のことを白いって言ってないでしょ 1番裏なったでしょ黒出すんじゃないの <laughs> ?5 番さんだったらこの強靭しようかまずに4人盤面にしそうだしなただ8番さんへのツッコミはまっとうだ5番さんの偽要素が拾えない <laughs> 最初初日にね初日にグレー位で僕のことをあのちょっと人狼で追わせてただ村全体が僕のことを白っぽく。 てしまったせいで標的を変えたのかないやでも「八番さんは地の水にな」でも「人狼だったら私が占い好きだから出るよ」とかそれ全然白要素じゃないしなああ、まあ、言うことがなかったんだろうけど、はあ、一番さんどう思いますかあ僕ね一応一番さんのせいにしないんで投票放棄はしません、はい、投票放棄はしませんあのー、一応一番さんの考察も聞いて入れるとこ決めます だけど今のところ単体的に3号の発言精査をするとやっぱり5が死に見えてしまってる今そんな私がいますよ一番さんの意見聞かせてくださいあっ標準じゃなかったですごめんなさいあ、分かってると思うけどうんバレてるよね一番のプレイヤーは発言してくれ一番いなかったらどうしてたんだう,うーんめっちゃむずいねマジでめっちゃむずいね <laughs> マジ一番

いや,いやもう俺は3八郎ロだと思うよ分 <laughs> かんないけどいやだってまあそれはもうしょうがなくない3番が黒かったってことでしょうがないと思いますあそうそそれでそれで投票を始めてください <laughs> <laughs> ありえんオラじゃないべ 三番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。村人の勝ちです。最、はいはい、終盤名動かせるのは九だから一の巨人要素を上げてゴツリ持っていくしかない。 最後の3の占い値おかしすぎる空番嵐、嵐、ま、グッドゲームでしたね。